マヤイクリの会計 E 会計 E は、ダシャラタ王に、ラーマをアヨーディアーの町から追放することを要求した。会計 E は、インドの女ジ児ジシ、ラーマーヤナに登場する女性。アヨーディアーをダシャラタの日で、バラタの母。会計 E はラーマを我がこのように愛していたが、次女マンタラーにそそのかされて、ラーマを追放した。かつてダシャラタ王は、ダンダカの森でインドラ神を助けて、 アスラ族と戦ったことがあった。この時会計委員は、ダシャラタ王にを教して戦場について行った。そして、戦いで王が傷ついて倒れると、会計委員は、王を戦場から運び出し、王の命を救った。ダシャラタ王,王イイイはこれに感謝し、日に二つの願いを叶えると約束した。しかし会計委員はその場で願いを言わず、またその約束もすぐ忘れてしまった。後に、 ラーマの即位が決まった時、会計 E は素直に喜んだ。しかし、次女のマンタラーは、会計 E に、ラーマに対する不信感を吹き込んだ。マンタラーはラーマが即位すれば、バラタは殺されるか追放されるとさえ言った。不安になった会計 E がマンタラーに相談すると、マンタラーは、日が、ダシャラタ王と交わした約束を思い出させ、ラーマを段々の森に十四年間追放することと、 バラタの即位を要求するよう助言した。会計委員は、喜んで助言に従った。ダシャラタ王は、会計委員の要求に驚いて、激しく反対し、なんとか非を説得しようとした。しかし会計委員はカくなに拒否した。疲れ果てた王がラーマを呼ぶと、会計委員は何も言えない王に変わって、ラーマに追放を命じた。ラーマは、直ちにこれに従い、王宮を去った。 王宮の誰もがこの出来事を嘆いた。ダシャラタ王は、ラーマのために、軍隊やもろもろの財を送ろうとしたが、王国から財が消失することを恐れた会計委員は、反対した。ましまいに、ダシャラタ王は、振動がたたって放擁した。こうした不幸が重なって、人々は皆会計委員を恨み、バラタや、シャトルグナさえも会計委員を非難したとされる。ありがとうございます。